こんにちは、Nです。今日は私が日常的に使っているクレジットカードを4つご紹介したいと思います。内容としてはクレジットカードの基本情報とメリット、デメリット、そして私がそのカードをどのように普段使っているかというのを中心にご紹介していけたらなと思っています。それでは私がよく使っているカードから順番にご紹介していこうと思います。まず1枚目のカードがこちらのキャッシュカードです。ポイントの還元率は 1% で、ポイントはキャッシュポイントというものがつきます。これはキャッシュ残高にチャージすることができます。そして年間費は無料です。次にメリットについてですが、主に4つあります。1つ目はポイントの二重取りができるところです。どういうことかというと、このキャッシュを使って支払いをするだけで、紐付けているクレジットカードのポイントとキャッシュのポイントが還元されます。例えば私の場合だと、還元率が 1% の楽天カードを紐付けているので、キャッシュの還元率 1% と楽天カードの還元率 1% を合わせて 2% の還元率になるという感じです。ただしポイントの二重取りはキャッシュ残高が0円の時に限ります。そして注意点ですが、このキャッシュにはカード発行手数料が900円のキャッシュカードというものと、発行手数料が300円のキャッシュカードライトというものがあるんですが、発行手数料が300円の方はキャッシュの還元率が 0.5% になるので注意してください。ちなみに私は発行手数料が900円で還元率が 1% の方のカードを使用しています。メリットの2つ目ですが、チャージの手間を省くことができるというところです。先ほどお話ししたように、私はキャッシュに楽天カードを紐付けていて、自動チャージ設定というものにしています。支払いの際にキャッシュ残高が0円であれば、自動的に不足分をクレジットカードからチャージしてくれるので、使用のたびにチャージしなければいけないという手間がありません。要はほとんどクレジットカードと同じような使い方をしながら、ポイントの還元率を 2% に引き上げてくれる最強のカードだと私は思っています。この2つ目のメリットは、お金の使いすぎが心配で使用のたびにチャージしたい派の方にはあまりメリットではないですかね。次に3つ目のメリットですが、クイックペイで支払いができるというところです。最近キャッシュカードが Apple Pay に登録できるようになったので、iPhone7 以降の端末であればクイックペイを使った支払いができるようになりました。実際にお店でクイックペイを使って支払いをしてみましたが、機械に携帯をかざすだけでいいので支払いがとてもスムーズになりました。カードを提示して支払うと直筆のサインが必要ですが、クイックペイで支払うと機械に携帯をかざすだけなので、サインの手間と時間もかからないですし、このご時世なので物と人への接触も減らすことができます。最後4つ目のメリットは、ポイントを無駄なく活用できるというところです。ポイントを貯める上での心配事として、やはりポイントを有効期限内に使わなければいけないということではないでしょうか。しかしキャッシュにはその心配がありません。どういうことかというと、支払いで還元されたキャッシュポイントはいつでも好きな時にキャッシュ残高へチャージすることができます。キャッシュ残高へチャージすることさえ忘れなければ、有効期限切れでポイントを無駄にすることがないので、私の中ではポイントというよりかはほとんどお金という感覚で貯めることができています。そしてデメリットですが、2つあります。1つ目は、初めの方にもお話ししましたが、カードの発行手数料に900円かかるというところです。通常クレジットカードの発行は無料なことが多いですが、
キャッシュは発行手数料がかかるので注意が必要です。また、カードの有効期限が来た際に、普通だとカード会社からカードが無料で送られてきますが、キャッシュの場合は有効期限が切れると再び900円を支払って発行しなければいけません。実際に私も発行手数料がかかることでキャッシュの利用をやめようかとも思いましたが、キャッシュを使って支払いをした方がお得度が高いと感じたためキャッシュカードを利用することに決めました。キャッシュには発行手数料が900円でポイント還元率が 1% のキャッシュカードと、発行手数料が300円でポイント還元率が 0.5% のキャッシュカードライトがあると先ほどお話ししましたが、どちらの方が皆さんのライフスタイルに合うのか検討した上で決めてみてください。そして2つ目のメリットですが、ポイント付与対象外の支払いがあるというところです。ポイント付与対象外になるというものはいろいろとあるのですが、私の暮らしの中で特にデメリットなのがモバイルスイカへのチャージ、電車やバスなどの交通機関への支払いや公共料金の支払いにポイントがつかないというのはなかなか痛手です。とはいうものの、やはりポイント還元率が 2% というところは魅力的なので、クレジットカードが使えるお店などはほとんど支払いをこのキャッシュカードで行っています。次にご紹介するのは楽天カードです。ポイントの還元率は 1% で、ポイントは楽天ポイントがつきます。そして年間費は無料です。次に楽天カードのメリットですが、3つあります。1つ目は楽天市場でのお買い物でポイント倍率がアップするというところです。楽天市場では頻繁にセールやお買い物マラソンが開催されていますが、楽天カードで支払いをするだけでポイント倍率が2倍になります。私は5と0のつく日を狙って楽天市場で買い物をするようにしているので、プラス2倍になって合計5倍のポイント還元を受けられます。ポイントザックザクです。そして2つ目のメリットは、投資信託を楽天カードで購入することができるというところです。私は楽天証券で積み立て NISA をしているのですが、その投資信託は楽天カードで購入することができ、さらに購入金額の 1% がポイント還元されます。楽天ポイントで投資することができるので、私は還元されたポイントを使って再投資しています。ただでもらったポイントで投資ができるなんてとってもラッキーです。最後、3つ目のメリットですが、これは一番初めに説明したキャッシュカードのデメリットを補うようなメリットになっています。それはキャッシュではポイント付与対象外だった新幹線などの交通機関への支払いや NHK やガス代などの公共料金の支払いでポイントが還元されます。どうしても支払いの際にポイントが欲しい私にとってこのポイント対象は嬉しいです。ポイントが貯まりやすい楽天カードですが、デメリットがあります。それはモバイルスイカやナナコなどの電子マネーへのチャージがポイント付与対象外だというところです。楽天カードもキャッシュと同じく電子マネーへのチャージがポイント付与対象外なんですよね。このデメリットがなければ、次に紹介するクレジットカードを持たなくていいので、いつかポイント対象にならないかとかすかに願っています。そして楽天カードの主な使い道ですが、キャッシュカードの紐付け元、楽天市場でのお買い物、楽天証券での投資信託購入です。楽天カードには5年ほどお世話になっていますが、まだまだこれからもお世話になろうと思っています。次にご紹介するカードはリクルートカードです。ポイントの還元率が 1.2% で、ポイントはポンタポイントがつきます。そして年間費は無料です。リクルートカードを持っている理由で一番のメリットが、キャッシュカードや楽天カードで補いきれなかった
電子マネーのチャージでポイントが付与されるというところです。ただしポイント付与にも条件があって、月3万円までのチャージについてポイントが還元されます。3万円を超えてチャージをすると、超えた分に関してはポイントがつきません。しかしこの上限を引き上げることも可能です。 JCB のリクルートカードとマスターカードのリクルートカードを2枚持ちすれば、それぞれのカードで上限が3万円なので、合計6万円までチャージでポイントが還元されます。私もリクルートカードの2枚持ちをしていましたが、振り返ると3万円を超えて電子マネーのチャージをしていなかったので、マスターカードの方の1枚を解約しました。電子マネーのチャージでポイントが還元されるクレジットカードは、リクルートカードの他にもビッグカメラスイカカードや JRE カードなどがありますが、貯めたポイントの使い勝手の良さや年会費のことを考えると、リクルートカードが一番私には合っていました。貯めたポンタポイントは美容院の予約で使うことができるので、美容費の節約にも役立っています。なのでリクルートカードの主な使い道はモバイルスイカやナナコへのチャージのみです。最後にご紹介するクレジットカードはエポスカードです。ポイントの還元率は 0.5% で、ポイントはエポスポイントがつきます。そして年間費は無料です。申し訳ないのですが、このカードは日常生活では使っていません。なぜなら、ポイントの還元率やポイントの使いやすさは先に紹介した3つのカードが上回っているからです。ではなぜ持っているのかということですが、海外旅行保険が無料付帯しているからです。年間費が無料のカードで、これは珍しいことなんです。通常のカードは、海外旅行保険が利用付帯となっていて、海外旅行で利用する航空券やホテルなどをカードで支払った時にのみ保険がつくので、それを思うとこのエポスカードは持っているだけで保険が適用になるということなので、解約せずに持っています。という感じで、以上が私が普段使っているクレジットカード4つのご紹介でしたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になれば嬉しいです。またこのクレジットカードがおすすめというものがあれば、ぜひぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ブログ、インスタグラムもまったり更新していますので、概要欄から覗いてみてください。それではまた。